小島駅に停車中のエキスポトレインは州キスポトレインは州とは、かつて西日本旅客鉄道が岡山駅小島駅間を宇野線、本市備山線経由で運行していた臨時寝台列車である。1988年に岡山県倉敷市小島で開催された瀬戸大橋八88岡山への来場者に対するアクセス。 宿泊施設提供の目的で、博覧会開催期中で、夏休み期間の繁忙期の臨時列車として、1988年の夏に運転された。岡山駅を22時8分に出発、途中ャヤ町駅に停車、小島駅に22時36分に到着し、翌日0時30分にドアを施錠してそのまま停車し、5時頃、ドアを開けて7時7分に、 小島駅を発車して、茶屋町駅に停車し、岡山駅に7時41分に戻るダイヤになっていた。一夜を明かす、寝台列車ではあったが、列車を利用した宿泊施設を提供する列車ホテルとして、岡山周辺の宿泊施設不足を補う性格も持っていた。運転日は、 出発日基準で1988年7月15.1619.2026.27日、8月2.3日の8日間であった。使用車両は583系寝台電車8両編成で、うち1両は A 寝台、B 寝台が6両で、うち1両は女性専用車両であった。1両はグリーン車で談話室として使用された。 なお乗車には、新大券と実際に乗車する区間に、有効の乗車券を購入しなければならなかった。車内販売はなかったが、小島駅では、停車中のホームで、夜24時頃まで、ジュースなどの販売、朝は6時頃から、朝食、ジュースなどの販売があった。ありがとうございます。